10月31日日曜日の洗濯天気予報をお伝えします。今日は太平洋側では部屋干しの方が良さそうです。ではこの先のお天気の予想を確認していきましょう。青が雨を予想しているところ、そして灰色が曇り、そしてオレンジが晴れとなっています。今日は高気圧の内を回る湿った空気が流れ込むことで西日本や東日本雲が広がることが多く、太平洋側ほど雨が降ります。西日本方面では次第に回復してくるのですが、東日本方面は夕方夜まで雨が残るところ、特に関東エリアで多くなりそうです。また北日本方面は日本海側で低気圧や前線が近づいてくることで天気下り坂、雨が降り出してきそうです。では今日の洗濯指数マップ見ていきましょう。お洗濯情報のマップ見ていきますと、今日は西日本方面ですと那覇、広島、福岡、そして新潟、仙台、札幌、こちらでは洗濯物の外干し OK となっています。西日本方面は次第に天気回復してきますので、遅い時間ほど外干しできそうです。北日本方面なども日差し届くのですが、午後になりますと日本海側を中心に雨のところもありますので、早めに日差しを活用してください。一方東日本方面など東京でも心配のち NG となっていまして、今日は部屋干しの方が良さそうです。ところどころで雨降りますし、太平洋側ほど雨が降りやすいですので部屋干しの方がいいかと思います。さあ、そしてお天気アプリウェザーニュースでは洗濯情報を確認することができます。ぜひご活用ください。